本田光太郎は明治3年1870年愛知県に生まれました。小学生の頃は学校に行って勉強をするより途中にある川で水遊びをし魚を捕ることに夢中でした。しかし兄朝次郎と寺田先生の言葉が光太郎の一生を大きく変えました。兄は秀才で一生懸命に勉強をし帝国大学、現在の東京大学入学を果たしていました。何も考えずにただなんとなく一生を過ごすのはもったいない、志を持つことが大切、そんな兄の言葉は光太郎に大きな影響を与えました。また小学校の教師で夜は志のある若者を集めて勉強を教えてくれていた寺田先生は光太郎にこんな言葉をかけてくれました。勉強とは何かを真剣に考えたことがありますか？勉強とは字の通り、勤め、強いること、すなわちあまり好きではないことでも一生懸命に努力することが勉強するということなのですよ。勉強が苦手な人は努力をする必要があるのです。苦手なことでも他人よりたくさんの努力をすればできるようになるのです。光太郎君は決して秀才ではありませんが、苦しい農作業で鍛えた強い意志と立派な体を持っているじゃないですか。光太郎君は将来を切り開いていくために大切な3つの力のうち2つは人に負けないだけの力が身についているのです。あとは勉強だけです。光太郎は胸が熱くなりました。この時から東京で勉強したいという思いが強くなっていったのです。兄の応援をもらい、なんとか家族の反対を押し切り上京したのは17歳の春のことでした。憧れの兄の元で共に暮らすという夢がとうとう叶ったのです。光太郎は秀才と言われた兄とは違い勉強が得意ではありませんでした。だからこそ人の何倍も努力することを心に決めました。必死で勉強し24歳の時、兄と同じ帝国大学の物理学科に入学を果たしました。帝国大学に入学すると光太郎はまるでこの世のありとあらゆるものを解き明かそうとするような勢いで実験に取り組みました。実験が楽しくてたまりませんでした。雨の日も晴れの日も一日も休むことなく夜中まで実験を続けました。実験器具がなければ自分で作り、決して手抜きや近道をしませんでした。どんなに時間がかかっても光太郎はそれを面倒だとか損だとは思いもしませんでした。そんな光太郎はいつしか人々から実験の鬼と呼ばれるようになったのです。帝国大学卒業後3年間ドイツに留学し、物理学において世界から認められるようになった光太郎は41歳で東北帝国大学理科大学の教授に任命されました。緑豊かで空気が澄んでいる美しい仙台、ここが光太郎の第二の故郷となりました。大正5年1916年、世界は第一次世界大戦の真っ只中でした。外国からの品物の輸入が非常に難しくなり、生活用品や産業で使うすべての部品などを国内で作らなければならなくなったのです。戦争のために鉄が必要とされ、大学で
鉄の研究をしていた光太郎たちのもとには多くの質問や注文が舞い込んできました。さらに飛行機の部品に必要な強い磁石鋼を新たに作ることを軍から依頼されました。強い磁石鋼を作るためには鉄やコバルトなどの金属の組み合わせやそれぞれの金属の配合を考えなければなりませんでした。その組み合わせは何百万通りにもなります。すべてを試していたのでは完成まで何十年かかるか分かりません。しかしここで光太郎が今までの実験で得た知識が役に立ちました。今まで使われていたタングステン磁石鋼の配合を参考にしてある程度配合を絞ることができたのです。あとは実際に作ってみるだけです。光太郎たちは狭い部屋で炉の温度を1400度、1500度と上げ実験をしていきました。あまりの暑さに全身から流れ出る汗は拭いても拭いても次から次へと滴り落ちました。はあ、これはたまらない。裸になっても暑い。そうだ、消防服を着ればいいのではないか。こうして光太郎たちは消防服を手に入れ水をかけながら毎日実験に取り組んだのでした。ある日珍しく風邪をひき熱が続いたために家で寝ていた光太郎のもとに共同研究の仲間である高木が完成した磁石鋼を持って駆けつけました。やっとできたかもしれない。高木はその磁石鋼を1本2本と机に丁寧に置きました。その様子を光太郎は身を乗り出し目を輝かせて見つめました。すでに置かれた磁石鋼の間に3本目を置いたその瞬間でした。くるくるカチャ、両側の2本の磁石鋼が勢いよく回転して真ん中の1本に吸い付けられたのです。おお、これは強い。当時における世界最優秀の磁石鋼の誕生の瞬間でした。光太郎はこの磁石鋼を KS 鋼と名付けました。 KS とは光太郎の研究に資金を出してくれていた住友吉左衛門のイニシャルです。光太郎が住友吉左衛門への感謝を込めて名付けたのです。この KS 鋼は当時使われていた磁石鋼の4倍の強さを持っていました。実験を続けよう。もっとすごい力を持つものができるかもしれない。光太郎と高木は夜が更けるまで熱っぽく語り続けたのでした。実験や研究を重ね KS 鋼をはじめとした多くの発明をした光太郎はいつしか世界の本田光太郎として有名になっていきました。日本人はもちろん外国人も光太郎が鉄における世界で最も優秀な学者であると認め光太郎を鉄の神様と呼びました。多くの学者たちが指導を求め宮城の地東北大学金属材料研究所で研究を続けている光太郎のもとを訪れるようになりました。光太郎は84歳で亡くなるまで自分が学んだことや自然を解き明かす方法などを多くの人に惜しみなく伝えました。仙台を第二のふるさととし自らの志を果たした光太郎は今でも世界の人々から称えられています。